皆さんこんにちは、アットコスメ社員のアリちゃんです。そしてアットコスメ美容部員のエリです。マリアです。はい、本日はですね、アットコスメの美容部員さんとのコラボ動画になります。本当お忙しい中ありがとうございます。美容系の YouTube チャンネルをやってるんですけど、アットコスメの美容部員さんとのコラボ動画ずっと撮りたいなって思っていて、本当にありがとうございます。でですね、本日の企画なんですけれども、アットコスメの美容部員さんの本気のリピートコスメを教えてもらおうと思います。やっぱりお二人って美容のプロじゃないですか、はい、なので私もプロがどういったコスメをリピートしてるのかすごく興味があって、担当ブランドとかあるかもしれないんですけど、今日はそういうのなしで本気のリピートコスメをいろいろと教えてもらえたらなと思います。ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。それでは動画スタート。はい、じゃあね、早速も紹介していただきたいと思うんですけれども、今日は全部で何商品ご用意していただきましたか？何商品？ありがとうございます。ちなみにカテゴリーで言うと、どんなカテゴリーを？メイクを4品と、スキンケアを1品持ってきました。同じくです。あ、そうなんですね、はい、すごい楽しみ。じゃあもう早速1商品目から紹介していただきたいんですけれども、はい、じゃあ、イリさんからお願いします。はい、商品名がリオールスキンフォーエバーコンシーラーのコレクトコンシーラーになります。今結構みんなが持ってるやつですか？はい、話題のコンシーラーですけど、そうですよね、めちゃめちゃいいです。どういった商品なんですか？これはスキンケア効果があって、ちゃんと保湿力があるのにウォーマップルクのコンシーラーなんですよ。へえ。乾燥しやすい方でもすごい肌なじみがいいですし、マスク崩れがしにくいです、うん、確かに今の時期皆さんマスク崩れとかすごい気にされてますね。かけるとどんなにかけるんですか？ヘッド部分のチップが結構大きめ。あ、本当だ、結構大きめですね。つけて、なじませると太陽ですごい溶けてくれるので、本当にコンシーラー感の厚塗りっていうのがないのが特徴です。すごいきます。厚塗り感ないんですね。ないです。本当だ、すごい密着感がすごいあるコンシーラーっていう感じですね。コンシーラーでウォーターフルーツタイプって結構珍しいですか？そうですね、なんかあんまりそこまでハイカバーでウォーターフルーツっていうのはないかもしれないです、ね。そうなんですね、やっぱ人気なだけあって美容部員さんもこれは一押しなんですね。一押しです。めっちゃ気になる。ちょっと私もこれ買ってみよう。ぜひ使ってください、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次マリアさんお願いします。はい、私はこちらです、はい、ケイトのラッシュマキシマイザー、税込みで1320円のアイテムです。これはマスカラですか？マスカラの下地になります。へー、透明タイプのもので、うん、中に繊維がぎっしり、あ、へー、繊維が入ってるタイプの、はい、そうです、下地になってるので、あ、本当だ、ぎっしり毛がすごい入ってるので、うんうん、結構マスカラベースいろいろ使ってきたんですけど、うん、そこまで繊維が入ってるものってあんまりないかなっていうのと、そうなんですね、うん、これ結構マスカラベースだけでも伸びるっていう感じですか？そうですね、この繊維がしっかりつくので長さはかなり出ると思います。あ、そうなんですね。でもじゃあマスカラもいらないぐらい結構伸びたりはしますか？結構長さはその繊維がつくので出るんですけど、うん、繊維だけがついてる状態ちょっと白っぽく見えちゃうので、できればその上からマスカラ重ねてあげた方がより自然なまつげになると思います。リニューアルする前からずっと使ってて、うんうん、もう何本目かわからないぐらい本当にリピートしてるんですけど、ちなみにそれってウォータープルーフとか？ウォータープルーフです。あ、そうなんですね、はい、落としやすさとかってどんな感じですか？落としやすさ、そうですね、上に重ねるマスカラにもなると思うんですけど、やっぱり専用の目元のリムーバーとか使ってあげた方がより落ちが早く落ちるので、目元にも負担かけずにすぐ落とせるので、できれば目元用のリムーバーとか使ってあげた方がおすすめです。すごい綺麗にセパレート作れるのでおすすめです。なるほど、はい、相性のいいマスカラとかあったりするんですか？相性のいいマスカラ、結構どんなマスカラにも個人的には相性いいかなと思うんですけど、本当にしっかり繊維がまつげに付着するので、サラサラ系のマスカラの方が塗りやすいなっていう感じはあります。サラサラ系のマスカラっていうとクリニークのマスカラとか、ナチュラルで、うん、でもなんか綺麗に流されるようなものと合わせていただくとすごく綺麗にパレット作れます。そうなんですね、はい、商品目はケイトのマスカラ下地のトレッサー、はいはい、そしたらですね、お次は2商品目お願いします、はい、
マックのミネラライズラブラッシュ、うん、ブルーソウルっていうカラーになります。うんうんうん、こちらのカラーはもうどんな肌の色の方でも似合う、うん、でも中でも王道なカラーになるんですけど、うん、なんかピンクでもなくオレンジでもなく、うん、なんかゴールドのパールが効いてるので、ゴールドパールなんですね。そうなんです。肌なじみがすごくいいです。あ、本当だ、めちゃめちゃ綺麗、可愛いですよね。色もこれはステージのレディーなんですね。色はもうこれだけです。これが一番です、ね。パウダーの粒子がすごい細かいので、粉っぽく全然仕上がらなくて、本当になんかツヤに仕上がります。うん、あ、そうなんですね。はい。これがすごい綺麗。あ、パールめちゃめちゃ綺麗ですね。それなんです。なんかラメじゃなくてパールなので、うん、本当にこれが上品さが出てきて、かっこよくも塗れるし、可愛くも塗れるので、うん、リップ何色持ってきても。相性にいい、ね、あ、なるほど。確かに肌なじみがすごくいいカラーだから、うん、結構なんか肌の色とかも選ばないんですかね。全然選ばないです。アイシャドウも全然いけますね。ありがとうございます、はい。じゃあ2個目はマックのチークとのことでした、はい。次お願いします。次はこちらです。エレガンスのアイブロウセリムのワインの、51番です。ワイン系のアイブロウになっていると面白い。めっちゃ可愛いんですよ、ね、すごい可愛いですよ、とにかく。あ、本当だ。そうなんです、色味が、うん、初めて使った時すごい感動して、うん、とにかく描きやすい、多分私もアリちゃんもそうだと思うんですけど、前髪がある人って結構時間経つと眉尻消えちゃったりしませんか、うん、そうですね、あるあるですね。あるあるじゃないですか、うん、なんですけど、このペンシルを使うと結構眉尻消えにくいなっていう、色持ちもいいですね。色持ちもいいんですけど、カラーバリエーションがとにかく全部可愛くて、どのぐらいの結構あるんですか。結構あります。本当に王道のブラウンからちょっとなんかカーキっぽいような、アッシュっぽい感じの髪色に似合うものと、私は今使ってるのがこのワイン系のちょっと赤みのある感じの、なんか私もともとの眉がめちゃくちゃ黒いので、普通のブラウンとかで描いちゃうと結構浮いちゃうんですよ。私もめっちゃ眉毛濃いんですよ。結構浮きがちなんですよ。なんかそういう時ってすごい難しいじゃないですか。難しいって思ってます。で、なんか本当に自眉に合わせるとグレーとか使うしかなくて、そうなっちゃうと結構眉主張しちゃうというか、なんかそれをちょっとでも和らげたくって、なんかワインの色を使い始めたんですけど、グレーまでいかないんですけど、本当に黒っぽい眉毛にも馴染むし、でもなんかブラウンほど明るくはないので、すごい眉に馴染みます。そうなんですね。髪色が本当にこういう赤みのある方にもうおすすめできるんですけど、もう眉毛が黒くって普通のブラウンはアイブロウ馴染まないみたいな人にも全然使ってほしい。へえ、そうなんですね。で結構ペン先は細めです。細めです、かなり、あ、本当だ、はい、かなり折れたりとかは折りにくいですね。かなり発色がとにかくいいので、すごい描きやすいです。3万より高い、ね、高いですね。そうなんですか。でみんなポーチに結構入ってるイメージです、ね、そうなんですね、はい。美容部員さんの愛用率が高いアイテムとのことです、皆さん、はい。そうなんで、いいこと聞いた、はい。2個目はエレガンスのアイブローライナーとのことでした。次はじゃあ3つ目の紹介お願いします。ボディブラウンのハイライティングパウダーのピンクグローっていうカラーうん、ドテーパーのハイライトなんですけど、この渦が唯一無二なんですよ。え、どこですか。同じ混ざってる柄のものがないんですよ。一個違うんです。色味は、はい、ピンクゴールドですね。一応色がピンクグローって形で、色がついてるところを出すとピンク系になるんですけど、白をつけると本当に真っ白なんですよ。全然違いますね。混ぜて使うとまた違う色が出て、シャドウが遊べるんですけど、これアイシャドウとしても使えるんですよ。え、そうなんですか。はい、このピンクの部分。あ、確かに確かに、全然使えそうな色味ですね。そうなんです。私はアイシャドウとかちょっと薄い時は最後にこの色をピンク重ねたりとか、あと頬骨のここと、あと影になりやすいここの目の下にちっちゃい逆三角形を作ってハイライトを入れてます。きらめきがこれすごいですね。そうなんです。これが、シルバーそうですね、これはどちらかというとシルバーパールになってます、うん、これもまた粉っぽくならないので、うん、完成
しやすい時期につけても全然大丈夫です。なるほど、確かにハイライトのパウダーとかで乾燥をしてくなる方とかいらっしゃいますよね。3商品目はボビーのハイライトでした。何個リピートしたかわからないぐらい使ってる、はい、アイテムです。ミラノコレクションのフェイスアップパウダーになります。出たミラコレ、はい、ミラコレはみんな大好きですね。出たミラコレ、プレストタイプのフェイスパウダーになってます。ミラコレってもうすごい人気なのは もちろん、はい、分かってるんですけど、何がやっぱ魅力なんですか。やっぱり崩れにくさと圧倒的なこの透明感、粒子が細かいのでとっつけてあげると、こう加工フィルターを通したような感じのフォギーな柔らかいお肌にしてくれるようなフェイスパウダーになってるので、本当になんかお肌がふわっと桃みたいな感じでふわふわの肌にしてくれる。結構カバー力とかは高いんですか。カバー力、そうですね、フェイスパウダーの中でも時間が経つとちょっと透明になるんですけど、割とカバー力、透明なのにカバー力がある、不思議なアイテムです。なるほど、色味とかはつかないんだけれども、カバー力はしっかりあるんですか。そうなんですよ。へ、色がつかないので本当にどんなファンデーションを使っている方とかでも、どんな肌色の方とかでもおすすめできるんですけど、でもなんか確実になんかお肌のキメとか毛穴みたいなアラをなんか柔らかくぼかしてくれる、なんか何とも言えなくって、このなんか粉感が、塗ってもなんかなんだ、陶器肌っぽい感じとかではないですか。しながらでも結構カバーされて陶器肌っぽい。あ、そうですね、割としっかりカバーしてくれます。そうなんですね。この粉がギュッとこうプレスされてるので、あのルースのものよりかはカバー力もしっかり出ます。化粧持ちとかで言うと結構効果とかあったりします。全然崩れないですよね。そうなんですね、すごい、それやっぱ人気の理由だけありますね。結構これ大きさ的にはちょっと大きめなイメージが見られたんですけど、はい、皆さんやっぱこれ持ち歩きというよりかは、まあ、家で使う用として使うことが多いんですか。あの毎年あの12月に限定で出るアイテムなんですけど、薄型と厚型と交互にパッケージが出るので、薄型に厚型を詰め替えたりとか自分でカスタマイズして人もいます。へえ、そうなんですね、はい、そんな使い方があるとは知らなかった、はい、これ1年ぐらい使い終わりますか。大体普通に使ってると10ヶ月から1年ぐらいで、個人差はあるんですけど、大体皆さんそれぐらいでなくなられるんです、ね、1年使えるっていうところで、それでこの仕上がりっていうのを見ると全然お値段以上の価値はあると思います。1品目は、ミラコレのフェイスパウダーとのことでした、はい、そしたらじゃあお次4商品目お願いします。エテセのアイエディションジェルライナーになります。私もこれ、好きですか。ベストスに入れました。ありがとうございます、はい、ペンシルがすっごい極細なんですよね、うん、すごい細い、一回出したら元に戻らないんですけど、ペンシルがすっごいクリーミーで、力を入れなくても、すごい細い、すごい特徴的なんです、取れないですよね、はい、ちゃんと最後まで使い切ります。ちょっとウォーターフルーツじゃないんですけど、崩れにくいんですよね、全然取れなくて、なんか目尻とか跳ね上げたいとかなんかもうすごいおすすめです。カラー展開とかも結構なんか可愛いおしゃれ なカラー展開とかあります。そうそうそう、はい、嬉しい、なんか美容部員さんと嬉しい、ミントスメが同じになるの。商品名お願いします。キャンメイクのラッキングマルチアイベースのウォータープルーフです。うん、私もこれ好きです。好きです、好きですよね。あのコスパがすごいいいですよね、うんうん、そう思います。あの両面本当に米粒1粒ぐらいでいいので、うん、ちっちゃいんですけどかなり持つ、うん、そうですよね、うん、確かにこれお値段550円、はい、このぐらいなのでね、すごいコスパいい商品ですよね、うんうん、伸ばしていただけるとあの透明になるので、うん、結構もう失敗なく、もうアイシャドウ塗る前に、私もなんですけど、もう雑にバーッと塗ってしまって、うんうんうん、本当にアイシャドウの持ちもつきも良くなるのと、うん、意外とあの美容部員ってお直しする回数がすごい少ないので、うん、こういうものを仕込んで落ちにくく、あ、そっか、あと今の時期とかだとやっぱマスクするので、うん、あ、マスクの濡れとかでやっぱりそのアイシャドウの粉とかが落ちてきちゃうとか、うん、せっかくなんか可愛いラメつけててもなんかよれちゃうみたいな人に結構私はおすすめしてます。確かに今の時期ね、マスクでアイメイクすごく大事だけど、マスクの濡れとかでね、影響とかあったりしますもんね。そしたらですね、もうあっという間だったんですけれども、お次が最後の商品です。
じゃあ最後の商品お願いします。こちらです。ファンケルディープクリア洗顔パウダーになります。これ炭と酵素洗顔なんですよ。この炭が汚れを浮かして泥で吸着してくれる洗顔になってまして、そしたらマスクしてると毛穴があんまり気にならなくなっちゃうけど、マスク取るとやっぱりなっていうところが穴が出てくるじゃないですか。その時に本当に一瞬で本当に綺麗にしてくれる洗顔になります。本当ですか？本当ですけど、毛穴ってみんなすごい気になるスキンケアの中ではワードだと思うんですけど、毛穴の検索で酵素洗顔がいいのは知ったんですけど、なんかどれがいいのかよく分かってなくて。そうですよね。乾燥しやすい方にもすごいこの洗顔おすすめで、なんか酵素洗顔とかこういう毛穴取るってなるとキメが荒い洗顔とか、そう、そういうイメージあります。丸くなっちゃうんですけど、この粉々です。え、そうなんですか？めっちゃ意外。そうなんです、黒泡です。すごいです。え、そうなんですね。そうなんです。これふかふかので、普通に顔側で水で、そうです、やっていただいてもいいですし、泡ネットでやってあげた方がやっぱりすごいもの。あー、なるほど。泡ネットに顔がやって磨いて、酵素洗顔ってなんかあんまり泡立たないとか、ちょっとキメが粗いみたいなイメージがあったんですけど、そうね、そういった酵素洗顔もあるんですね。はい、これ使い続けると少しずつなんか毛穴に改善が見られるという感じですね。ちゃんと肌を痛めつけずに浮かせて落としてくれるので、引き締め効果も入ってるし、余裕も入ってるし、もうつながらない酵素洗顔。なんか酵素洗顔って、毎日しちゃいけないみたいなイメージとかもあったりするんですけど、肌質とかにもよると思うんですけど、週に 2,3 回とかが一番いいのかなとは思ってて、私は毎朝朝洗顔っていうこれ使ってます。へえ、そうなんですね。朝にする理由とかあったりする？朝ってどうしても起きるといらない老廃物が全部浮かんでくる状態じゃないですか。なので、その朝汚れを落とした状態でメイクをつけてあげた方がメイクの香りがすごい良くて、へえ、なるほど。朝が決めてずっと使ってます。へえ、いいこと聞いた、ありがとうございます。そしたら最後の商品のファンケルの酵素洗顔とのことでした。最後の商品お願いします。こちらです。Dプログラムのお化粧水と乳液なんですけど、今日はアクネケアのラインを持ってきました。アクネケア人気ですよね。そうです。私去年の自分的こうベストスになるんですけど、マスクするようになって、結構今まで感じたことないくらい、なんかやっぱり肌荒れとかゆみが出ちゃって、結構お肌が真っ赤になるぐらいまで結構荒れちゃって、化粧水とかが本当に一時期何使ってもこう入っていかないみたいな時に使い始めたのがきっかけなんですけど、まずなんかとにかくお肌に優しいっていうのが特徴なんですけど、なんか敏感肌の方ってお肌に優しいもので、なんかとにかく保湿するしかないのかなって思ってたんですけど、Dプログラムって敏感肌用なんですけど、その中でもラインナップがすっごくあって、普通のシンプルな保湿だけじゃなくて、アクネケア、ニキビケアできるものとか、美白ケアできるものとか、なんかエイジングケアできるものまであるので、結構マスク荒れで悩んでる方、自分のなんかお肌に合わせて好きなもの選んでいただきたいなって。確かに。敏感肌かける、その、さらに自分でカスタマイズできるっていうのが、いいプログラムの良さなんですね。気になってたニキビとか、実際にマスクするところ、気になってたところが結構、一回使っただけで、なんか違うかもって思って、すごい。ちょっと店頭で言ってましたよね。そこから私みんなにおすすめしまくってます。だって。ちなみにテクスチャとかはどんな感じなんですか？テクスチャは、これ、本当に敏感肌、必要なので、お化粧水も乳液も手で使っていただくのがおすすめで、ちょっとサラッとした感じのお化粧水です。本当だ、結構サラサラしてて、このアクネケアのラインに関してはオイルフリーなので、ちょっとこうお肌のベタつき気になる方とかっていうのにもおすすめです。すごく。じゃあこれつけた後は比較的さっぱりしたような感じですかね。ちょっとサラッとしますね。乳液の方が結構サラッとしてるので特徴ですかもしれないです。本当だ。そうなんです。ちょっとジェルっぽい感じの乳液になってるので、乳液嫌いな方とか、
これからちょっと暖かくなってくると、確かに確かにそうですね、乳液重いみたいに使いたくないみたいな方すごく店頭でもいいですけど、使い方にもおすすめできたりです。確かにそのぐらいだったらすごい体感がこれからのテストとかにも使えそうなボスチャーでした、ね。はい、今の、ね、時期なんかマスクで、ね、ニキビができちゃうみたいなこととかもね、きっと多いと思うので、そういった方もぜひヒメログラムの、はい、アクネケアライン、はい、チェックしてみてください。はい、そうしたらですね、以上でアットコスメ現役美容部員さんのリピートコスメの紹介終了になります。ありがとうございました。本当気になってたけど使ったことがないだったりとか、あとはなんかそもそもチェックもしなかった商品とかがたくさん知れて、めちゃめちゃいい情報を教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも1個でもね、気になったものがあればぜひぜひチェックしてみてください。原宿のアットコスメ東京に常にいらっしゃるんですかね、はい、とのことなので、この動画見てね、気になったものがあればぜひぜひ皆さん原宿のアットコスメ東京にいらして質問してみてください。動画最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になったという方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。